山梨県笛吹市では25万本の桃の木が一斉に花を咲かせています。笛吹市は日本一の桃の産地として知られています。市内には多くの桃園があり、25万本の桃の木が一斉に花を咲かせて満開になりました。天候にも恵まれた今年は、例年よりも5日ほど早いということです。